選択アイコンをクリックします。描いたメモをマウスで囲みます。視点に戻ります。角をドラッグして縮小します。そのままドラッグして移動します。カットアイコンをクリックします。カットしたい箇所をマウスで囲います。マウスで囲った箇所を削除できました。